KK ダウニング、1951年10月27日帯は、イングランド出身のギタリストである。1970年から2011年まで在籍したヘビーメタルバンドジューダス、プリーストのメンバーだったことで知られる。幼少期から父親に虐待を受けて育つ。早く逃れたいために15歳で学校を中退し、シェフの見習い住み込みの仕事に就くため、家を出る。 ジミ・ヘンドリックスの演奏を見たダウニングは衝撃を受け、友人とコンサート会場に忍び込みで見に行っていた。大きな影響を受けたダウニングは、自身もギターを始める。ツアーキャラバンの中にいるジミに話をかけたら、彼が飲んでいたコーラの瓶をくれたという。その3週間後にジミは亡くなった。ヨーロッパのフェスに行くため仕事を長期で休んだため、解雇された。 その後もバンドと仕事を両立していたが、次第にバンドがメインになっていく。ステージコチというポップバンドに加入し、ライブを行うようになる。地元のバンドでジューダス・プリーストという名のバンドを見て、名前のかっこよさに憧れてオーディションを受けるが、落選する。1970年、同級生だったイアン・ヒルとジョン・エリスと共に、フレートというバンドを結成し、 メンバーの事故死などで活動停止状態にあったジューダス・プリーストという名前を引き継ぐ形で解明。現在のジューダス・プリーストが結成された。1969年から2011年の42年間、ジューダス・プリーストでグレン・ティプトンと共にリードギターとして活動した。2011年に突如自身のウェブサイトにて脱退を発表。エピタフのツアーに参加しないことが、 明らかになった。公認のギタリストは、リッチー・ホークナー。脱退の理由についてダウニングは、やりたくない理由は30はあったと話しており、有効的な脱退ではなかった。脱退後は、後輩のメタルバンドのプロデュースを行ったり、2012年には、自宅の敷地内にゴルフコースとホテルを運営していたが、このゴルフコースとホテルの運営は2017年に破産したことが、 明らかになった。2018年、グレン・ティプトンがパーキンソン病を患っていることが明らかになると、ダウニングはジューダス・プリーストが復帰するように声をかけてもらえなかったことにショックを受けたと話し、グレンの代理であるアンディス・ニーブの加入に対し、プロデューサー以上の役割を務めたと、最新アルバム、ファイアーパワーの出来栄えを評価したつもりだったが、ロブハル・フォードから、 グレンのアルバム参加を否定していると誤解され、撤回を余儀なくされた。その後もダウニングは、俺は、リッチー・ホークナーより、シナーをうまくプレイできる。スコットとリッチー、アンディは、正式メンバーではないなど、バンドメンバーの感情を逆撫でする発言をたびたび言っている。同年、自身の自伝、ヘビー・デューティー、デイズ・ナイツ・イン・ジューダス・プリストを出版。2020年2月、 プリースト脱退後本格的に音楽活動を再開。同じく元メンバーであるティム・オーエンズと共に KKS プリーストを結成する。ありがとうございます。